ダマケアはしなくていいっす。基本しなくていいっす。あまあ、今のはオッケー。おラスアイツもらえた、素晴らしい。ニルゴルか、やるよ、やるね。ナイス、おナイス、いいよ。うん、まあまあまあ、ちょっと遅かったな、これは。欲張りすぎたかも。とりあえず変なスタンプ打っとくわ。それ好きだわ。軍道ミレースタイル。軍道ミレーでいくわ。うん、しょうがないこれは。憑依させてください。うん、これしょうがない。どうなのかな、後悔しそう。マジ？悩い、シャア泣くの。シャアポン初。俺いけ初。俺いけ。おー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 。これわざとね。親流すためとかですか？わざと。あのね、論されるぐらいなら打っちまえ。ああ、そういうこと。ああ、なるほど。もう今ってことですね。困るのはどうせ親だろうと。うん、なるほど、確かにな。じゃあローピンまで切ってきたな。そうだね、それいいとこ目につけたんね。その通りだよ。すごいっすよね、うん、これやってるわ。画面本物まであって、やってるわこれ、うん、この速度の速さ。危ない危ない、これマジで危ない。どっちも危ない危ない危ない、怖い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 、危ない危ない。もう本一問いというのがつこうもんなら。そうだね、えらいことっすよ。うん、えらいことだね。えらいことです。ヤンマンとローピンか、トラが言いそうなんだな。つむぎりか今の。いやこれ難しいな。そうずきれない。そうずきれない。あーそうずきついな、確かに。ここはこうか。そうず切りたくないです。切りたくないね。わかる、気持ちはわかる、気持ちはわかる。めっちゃわかる。もう何手出しあたりでもうギブアップだわ。で今白出たのよ、手出しで。そうね、明らかに本一してて自敗もういらなくなりました。そうだね、もう無理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 、これはけ。どうする、やめる。基本的にはソーズが1枚余ってテンパイなんだが、あーこれでテンパイ。お、いやドラヒッター確実にテンパイ。平均してだいたいね、ソーズってだいたい1個余るんで。うん、本一とかあったらそうですよね。うん、だけどね、天海さん一応マンズは何も切ってないんで、うん、僕はね、染まってない可能性はあると思ってる、うん、そうですね、僕は、うん、だってマンズの真ん中らへん切ってないもん。確かに、うん、うわどうしよっかなこれ。あとこれ3万フーマンちょいちょいラグってんだよな。なるほど、すげえ気になるそれが。でかいくん顔をいっちゃう、すげえ気になる。うちのタカちゃんが全部論破しちまってすまねえな、うんうん、しまんねえなおい。これマンズでどっかブロックあるな。さあ、うん、染まってねえぞこれ、染まってねえぞこれ。うん、マジっすか、うん、これ染まって、いやこれ染まってねえわ。じゃあ切っちゃう、通るじゃん。これマジ赤ウーマンとか持ってんじゃないの。確かにこれ赤ウーマン持ってるわ。わえら、うん、そこ引けたのあっち。やりました、やらかしました、やらかしたやらかしました。どうしたの、やらかしたの。うん、怖いよ、手癖でついやっちゃうんだよな。ちょっと待って、これちょっと待って、危ない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 、ちょっと待って、ちょっと待って、パーソって何よ、危ない危ない。いやー無理よ、いいや。お、いいことねえかなこれ、いいことねえかな。ん、時間がない。あれ誰出たわね、買ってなかったんかい、こぼれたわね。そういうことだよ。でしかも3万ってなんだって話。確かに3万って何よ、うん、あれ本番では絶対やりたくない。ちょっと恥ずかしいやつ。うん。ちょ、泣いとく？チーしとこうか。あら。で、わかんねえんだけど。あちょっと。何嫌いの？そうなってくるとわからんな。うん、現物。うい、現物。現物、現物。いいよ。誰かに言ってない。盛り上がってもろて。これと、残りつも一つで。取ってるよね。やめてよ。ポン。マージかよ。はいはい。いいよ。いやそれはどうした。いや厳いよなそれは。厳いっす。うん、これは切れんな。これはちょっと待って、ちょっと待ってやめてよ、やめてよこういうの。うん、シュッ。あすごい、お、いい手だ。三色じゃん、当たってた。あー、壊したんだ。危ねー。やべー。 3色でリーチかけてなかったら、うん、司から2層出ちゃって。あ、マジで。
はい、だったらだったら永遠にダマにすれば三蔵出たかもよ。あーそうか、うん、ちょっと最後のところ、うん、そこちょっと後でもうちょい後で見よう後で見よう後で見よう、はい、何巡目だったかな、高坂14巡目に転敗をするんですけど、ういリーチをしなくて、はい、やったね。でリャンゾーが司から出ちゃってっていうのがあって、その後一巡経ってからリーチをかけたんですけど、うん、これは僕もさっき言ったんだけど、はい、リーチをするなら即リーチ、はい、リーチをしないならずっと球かな、ずっと球で三蔵拾いたいもんね。そうですね、司の川にあるから、うん、どっかから出ないかなと思って最初ダマにしちゃった。小坂さんその通りなんだよ、うん、あのこれ降りてる人が小坂さんさえリーチしなければどうしようもない手の人が三蔵打ったりするんで、はい、あの 2つ泣いてる人にやっぱ注目が集まってるから、うんうんうん、それでしかもこれ打点インパチでしょ。そうですね、3色ドラ4つ、これはねずっとダマ。それでもリャンゾーで上がり逃すのが嫌なんで、はい、即リーチする手もあるし、ちょっと中途半端だったかな。そうっすね、うん、ここリーチ十分だな、ダマ十分すぎるなと思っちゃって。そうだね、うん、でリャンゾー出ちゃって、うんうん、三蔵大井さん、リャンゾー大井さんが泣いて、うん、三蔵見えたんで、そうだね、ちょっと厳しいかなと思って。なるほど、その後厳しくなっちゃったんだ、まあ、うんうんうん、あとは手止まってくんないかなっていうのでリーチをその後かけちゃったんですけど。 OK わかる、言ってることはわかるけど、手を止まんないかなって言って脅しのリーチに使うにはこの手が魅力的すぎるんだよね。逆にリーノミのどうしようもない手だったら脅しのリーチあるんですよ、うんうんうん、降りてくれっつって。でもこの手はねめっちゃ上がりたいんすよ、うん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 、なるほど、リャンゾ止められたんか。リャンゾー止めました最後。まあリーチには打たないもんね。リーチ入ったんで、もう厳しかったんで打たなかったです。わかるわ。でもこれは出せないです。これはどっちも。リャンゾーだとあれか、上がれねえのか。上がれない。これでも本当永遠のテーマだよね、ダマとリーチは。そんなにミスじゃないですよ、うん、でもこれはミスじゃないですよ。うん。あとコメントで言われたんですけど、6巡目で。OK、6巡目。あの6巡目、メイカの5巡目か、うん、メイカの5巡目3品で泣かなかったんですよ。あー、はい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 、これ泣いてもよかったんじゃない。泣いてもいいね、ドラ4もあるから、うんうんうん、1、2、3できてるし、これ泣いてもいいっすね。泣いてよかったか、9所か、9所だね。泣いて、ちょっと待って戻す、はい、泣いて、うん、これね、純ちゃんとかもあるのよ。あーはいはいはい、白バックとかも、うん、そうですね、うん、だから一旦泣いてもろて、うん、泣いた後は、うん、リャンマンがいっぱい出てるから E1 切ったり、はい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 、白切っちゃったり、泣くのも全然ありっすね。もう3品2枚しかないからね。そうっすね、2枚目なんで僕はこれチーしますね、はい、確かに、うん、なんか多分ここまだうん、3色以外もにもなるだろうなってなっちゃって OK、ピンズ泣かなかった。言ってることが分かりました。だけどね、これ道中さ、マンズいっぱい切っちゃいましたよね。そうですね、あの司がもう想像の本質に見えたんで、見えたね、あのもうずっとマンズを、うん、メンツも1メンツぐらいできてたかな。ちょっと絞りすぎかな、パーソーとか。パーソーめちゃくちゃビビってました。うん、なんかこう自分がドラマが4枚あって親なんで、はい、あそうか、ぶっちゃけ天海さんドラないし、当たったところで当たったところで何点じゃいと、言いそう切れた時点で そこまで痛くないかなと思ってたんですけど、それでもやっぱウーワン持ってきて、僕この9巡目ありますか、9巡目、はい、ウーワン持ってきたとこ、はい、僕ここでパーソン打っちゃいますね。あ、でウーワンに周りにくっついた方が分かりやすいんで、確かに振り3万振り点だけどローワン中ワン引くかもしんないんで、結果ローワン引いてますね。ローワン引くの引いてるな、痛い、引いてますね、これ痛いじゃん、めちゃ痛い。スッチーマンなんか絶対上がれそうだもん、ほら一発ともじゃん、あらやば、あらあら3色、これはなんか難しいな、これな、なるほどな、オッケー、
想像の本質を警戒するのは全然ありなんだけど、はい、自分がドラが4枚もある親番っていうことで、はい、少しもう少し強気になればいいかな。うーん、うん、それと、はい、自分がまだ負けている、2着目にいるってことが大事で、はい、これ高坂さんが4万点のトップ目ぐらいだったら別にパースを振り込むの嫌だなでいいんですけど、はい、まだ追う側の立場なんでトップを取り入ってほしいなぐらいの、うーん、なるほど、そんなニュアンスですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、これはなんか全然自分の技量で上がれなかったなって超思ったんで手材料はあったからね、はい、僕はここで90目にパースを切って、はい、泣かれないで次にローマン引いてアスピンはつもぎる、はい、ローワン引いてリャンゾー打って、これはちょっと本当に三ピン判断とちょっと押し引きのバランスをもうちょっと考えます。そうですね、これは癖というか、うん、そうですね。でもこの時3ピンが3枚見えてたらもしかしたら短期待ちにしちゃうかもしれないし、結果論は置いといてここはパースを打ちましょう。はい、はい、はい。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。